こんにちは、伊藤ももです。皆さんこんにちは、梅村あさです。お久しぶりです、ももさん。初めて一緒に YouTube 撮る、ね、今日はユニバーサルスタジオジャパンに来ました。やっとです。マジずっと行こうって言ってて全然行かれへんかったような、ね、1年前も一緒に来てた、うん、そうそれが最後だよね。ちょうどお互い1年前に来てたのが最後で、1年ぶりに、ね、やばくない？結構これやばい。今日さ、チークめっちゃ濃いんだけど。そう、なんか写真も撮りたいなと思う。可愛い、気にしないでください。これは写真の、はい、チーク写真を撮りに来てるんでね、ユニバには。あのマリオのとこ行けるのが楽しみやな。そんな行ったことないから、ね、できてから。アスニャンとは皆さん関係があれだと思うんです。はい、2年前ぐらいに毎日一緒にいた、うん、マジでマジで毎日で、うん、冗談抜きで毎日一緒にいた。冗談抜きで毎日夜からもうずーっと一緒におって、うん、ちょっと家帰ってまた一緒におってみたいな。ほんまになんかお風呂入りに帰るぐらいだけやな。お風呂と猫と、そう、うん、そうそう、にゃんこが2人ともおるから、そう、ために帰ったりするぐらいで、うん、マジで一緒にいてずーっと一緒になったね。最近ちょっとあれやな、なんか忙しくなって会われへんくなったのが2年ぐらいけど、まあ、でも会われへんくなってもなんかあんまりさ会ってなかった感なくない？会うと全然緊張しない、マジで、うん、そう、なんかさ久しぶりに友達ってさ緊張するやん。でも全然そうなんよ、一緒にいすぎて、うん、そうそうそう、もう全然緊張することもないし、ね、みたいな関係性ぐらい仲良しなアスニャンです。仲良くしてもらってます。今はユニバの外なんだっけ、ご飯屋さん、うん、に来てて、パスタと、うん、やばくない？これさ、ちょっとやばいよね。これが気になって鼻じゃないと怖くない？なんなんこれ、これやばい。なんか、これこっちだろ。どうしよう。そう、あれピザとパスタを頼んだので、2人で今から食べて、はい、ユニバに行きたいと思います、はい。中に入ります。はい、掛け声はあるんですか？はい、なんか行ってみようみたいなないの？なんかいや、どうぞ。せーの、行ってみよう。来ました。じゃじゃん、生ハムとルッコラ。ルッコラが乗ってない。そう、ルッコラが乗ってない。ルッコラさん、いただきます。どうぞ。ルッコラ、あ、ルッコラ乗ってないと。これルッコラ、うん、本当に、うん、これルッコラっていうの？うん、ベリーリークじゃない、ルッコラ。ルッコラさんにします。食べよう、絶対美味しいよ。の美味しい、うん、美味しい、美味しい。ハーモニーだ。ルッコラと生ハムの。いただきます。うん、うん、食レポして。なんか戦って。うん、超美味しい。美味しい。一回、初めてのロケやって、うん、NMB の時の、うん、あ、元 NMB、 元 NMB なんですけど、元 NMB48 の M ラウンドなんですけど、で、元 NMB ってめっちゃ美味しくない？やっぱこれ。そうで、なんかパスタを、抹茶パスタみたいなのを食べに行って、それがバカまずかったんよ。もうびっくりするがまずくて、うん、来たよ。本当にまずかった。でもガチでまずくて、なんかもうまずって言っちゃったよ。え、まずいって言っちゃダメって言われた。でも正直に言っていいですよって言われたから、正直に言ったら怒られた。大人に怒られた。お店の人は、お店の人に怒られた。激怒、かわいそうやわみたいに言われて、この味わからんのみたいな。ガチで怒られてた。うん、え、でもさ、放送されてたってことはさ、そう、別にダメじゃないの？うん、と思う。信じたい。そうだよね。でもなんかさ、ロケとか終わってさ、うん、ありがとうございましたみたいな感じで帰るやん、うん、で、その時普通やん、普通になんか、うん、めっちゃ怒ってて、なんかバリフテっぽくて、おじいちゃんが、うん、うん、みたいな感じでされて、こっちもふんみたいな感じで帰る人。そう、ガチでまずかった。でも、お楽しみボックス的なさ、ご飯っていう。そうそういうのあるよね。うん、神、何で見たんだっけ、 TikTok かな、多分 TikTok で、しかもそれが今になってなんか1年前ぐらいにちょっとさ、そうバズってたよね。そう、それで流れてきたの、みんなのなんかおすすめにさ載ってバズって言ってんだけどと思って。最悪。
しかもあのロケ自体も5年以上前、もう6、7、8年前とかで、何歳？高校1年生とか。それ言うわ、マジで。抹茶パスタの美味しさってあんま分かんない。お姉ちゃんが作ってる。おじいちゃん。ダメだよ。麺に練り込んでんのよ、抹茶が。なんかパフェがパスタになったみたいな。パフェを乗せてるみたいな感じ。その上に生クリームとかも乗ってて。だから、全然まずいに決まってんやん。何を怒ってんねんと思って。クリームパスタいただきます。やばい、マジ楽しみなんだけど、ね、意外と人が多い、うん、ももちゃんの好きな鬼滅コラボしてるやん、ね、知るな。いただきます。食べよう。うん、ピザが最強に美味しいな、これ。いただきます。めちゃめちゃ麺好きやから麺だね。うん、うん、と麺食べてるやん、うん。ラムネはずっとうどんとか食べてるみたいな。昨日も夜ラーメン食べたしない、一緒に。でも一緒に米食べたことない。ない、全然ないよ。ないよね。今着きました。おそろいね。王道ですね。先生さん、さん、マリが楽しみとか言ってたら上手。王道にしてしまいましたが。楽しみです。なんか入場制限してるっぽいから。マリオね。そう。行ってみないと。なんかさ、テンション上がりすぎたらイエスがさ、それが出てこない。暴力ないから。イエイイエイ。楽しい。バイバーイ。かわいい。どんな気持ちですか？ふわふわした気持ちです。食レポお願いします。甘すぎて。ノット。まずいです。はい、まずいです。甘酸っぱい、このこれがかわいいですね。これ何なんですかね。ここだけ取って食べたいな。逆向きで食べたいな。外が甘すぎるってこと。こういうことです。あ、そういうこと。私はこれがしたかったです。お願いします。これこれこれなんよ。これを求めてたんよ。かわいいです。ここいらんのよ。ありがとうございました。ありがとうございます。アイスゲット。ミニアイスですか？これはトッピングシャワーとなんかホワイトチョコとホワイトチョコ、チョコとイチゴみたいなやつですね。かわいい。かわいいね。はい。ホワイトキス。君だけってわけ。誰あの人歌ってるの？鈴木すみれ。あねあね。そうだよね。こんにちは。休憩中です。まだ何も乗ってない。何も乗ってなんかマリオが17時半から食べるから何やろ。なんかさ乗りたいけどさ、うん、並びたくなくない。並びたくない。そう。絶対に並びたくないの。わがままさん。だから乗るもんがない。それな。全部並んでる。乗りたいけど150分待ちとかやから。切ないよね。150分はちょっと。もうやることとか、ね、やることないなって感じ。TikTok でも撮るからって感じ。そうそうそう。ではかわいい。スパイダーマン行ってきました。トモピカとアズニャンが、それな、アズニャンが隣でなんか面白くなかった。そういうノリじゃないねなんか水かかってきた。え、そう、なんか、やだとか、なんか言ってて、その後、なんか火でボーってなって、なんとかみたいな、あ、なんかさっきみたいな、なんかありがとうってなって、なんかとやばかったよ。え、そう、ところびちょびちょ、びちょびちょだったよね。はい、ちょっと初めて乗れたので楽しかった。せーの、行ってみよう。マリオ来ました。めっちゃ可愛い。マリオ、マリオ、可愛い。お部屋写真撮れるやん。トロトロトロ。並びます。並ぶ。じゃあ、かわいい。めっちゃかわいい。やばい、歩くためにコインなんねんな。ね、チリンチリンチリン。やばい、ガチでやばい。え、やばい。え、やばすぎ。本当にすごい、本当にすごい。やばい。ねえねえねえ、見て見て。
サービスをなった。鼻なんだっけ、すごいすごい、あのやばい、コインもフラワー、え見てクリームとかある、すごい、あこんな感じです。いやこれはすごいよ、やばい、すごい、あいいチームの、えどれ、ほら後ろ、ほんとだ、えすごい、あコピーチ姫の後ろか、すごい、ピーチ姫の後ろ、すごすぎる、イエーイ、いやかわいい、